さあ、ルミとアンジェリカに代わって次は俺がやることになります。もうね、超アドリブ北海道はね、だいぶやり慣れているんですけどもね、なかなかね、コメントを出しにくいっていうところはね、よくあるんですよ。現に今もね、台本なしでやってますからね。さあ、iPhone 11だ。どういうものなのか、だいぶ分かったと思われます。ね、今回は iPhone 11 Pro、使える能力ですとか、ね、そういう撮影に関しては俺にお任せください。ね、この後の後半部もしっかりと、作成し、超アドリブでやっていきますんで。ね。ここの部分だけは時間制限ないんですけどもね。さあ、ダムのライブ、ダイムのな、うわぁ。こうね、実際噛んでるんだよ。実際噛んでるんだけど、まあ、やり直していないですからね。じゃあ、ダムを戻って、この後の残りの公園なのかな、あれ。まあ、公園の、周りを見ていきます。iPhone を使いながら見ていきますので、引き続き、フィールドテストレビューをご覧ください。どうぞ。さあ、後編から、前編からスタートでござ、引き続きスタートでございます。ミナスタヤリから来ました。砲兵鏡のベンチマークテストやってる最中なんですけども、iPhone 11 Pro の、新しい 13mm 超広角レンズ。これを使おうとすると、ジンバルが見えてしまうというのは、ね、前回ご紹介した通りです。いや、これどうしようかな。これじゃあね、ちょっと使い物にならないんですよ。あれ買うか。いや、まあでも、それをどう、まあこれをどうにかすれば、ワンチャンあるんだよな。ワンチャン。まあ、今はとりあえず考えてもしゃないです。このまま 26mm をメインのままで進めていきましょう。ではね、ダム周りの、なんだ、撮影は終わりましたので、あの奥へ行きましょう。そう、よくあるあれです。ね。何回も行ってます。なんだっけ?さあ、ここでポートレート機能のチェックでございます。ね、こちらいい写真撮れてると思うんですけども、ただ、よーく見てください。この枝木になると、はい。ボケがね、デプスカメラがしっかりと撮れてないところがあります。ま、これはもう前からですね。ま、でも、ね、絵はすごい綺麗ですね。綺麗に撮れます。ただ、ジンバルが見えてしまうと。もうさっきも言った通りなんですけども、もうね、決めました。っていうかね、もう、この撮影の後に買ってます。オズモモバイル3でございます。ね。それを使えばこのロール軸のモーターが見えないんじゃないかなと思うんで、そちらを使うことにしましょう。さあ、見えてまいりました。資料館っていうのが、砲兵鏡ダム資料館っていうのかな?まあ、そこに、ね、見えてまいりました。この奥へ行って、その、ダム湖である定山湖を取るっていうところまでがね、一つのプロセスになっておりますんで。はーい、入りますよね、中の人見えてますけどもね。はい、こちらでございます。縄文時代からの、地殻変動ですとか、地殻の歴史ですとか、開拓時代の資料などが残されておりますが、こちらの展示物に関しては未だに故障中。何年故障してるのかっていうのはもう定かではないですけどもね。で、2階に上がっていくと、こちらもね、地形に関する資料が、資料っていうか展示物があるんですけども、ね、ひときわ目立つのが、この砲兵鏡の、いろんな角度から出したビデオがあるんですね。で、ここから展望台に出ると、はい、こちらが定山湖でございます。
そう、特にね、この定山湖から見える、あの奥にある白樺の木がね、個人的にはね、しぶといなって、ずっと感じております。そう、これなんですよ。ズームするとわかるんですけどもね、この岩肌にね、張り付いてんですよ。ね、台風が来ようが何だろうが、全然倒れないんですね。しぶとい。で、資料館を見終わったら、最後に目指すスポットはあちらでございます。ね、もう名前覚えていただけましたでしょうか。もう何回も動画見てる方はね、もうご存知だと思います。なんと露店もやってるみたいでね。まあ、そちらはちょっと今回はパスということで。目指すは、この先の、リフトカーの奥、絶景展望レストハウスダムミエール。はい。以前もやりましたね。コンテンツ開放します。登っていくと、はい、到着いたしました。はい。絶景展望、休憩所ダムミエール。ね、昨年はね、光の戦士しかわからねえな、このネタって言ったと思うんですけども、もう今はね、闇の戦士にしかわかんねえな、このネタ。ね。はい。で、その中にあるのが、この砲兵橋ダムカレーでございます。早速、食いましょう。はい。名前の通りね、砲兵橋ダムをイメージしたカレーでございます。ね、トレイはプラスチックで、ちょっと安っぽいんですけども、もう形でね、選ぶのもありなんじゃないかなと思います。さあ、ダムを決壊させます。うおー、おー、端からね、決壊させるっていう、この鬼畜の所業。ちなみに、味に関しては普通です。正直言って普通です。激うまっていうわけではないです。普通です。実にノーマルでございます。まあそうだよな。うん。はい。では最後の、スポットでございます。ここがベンチマーク。まあ毎年やってるルミナスタイヤリシリーズのベンチマークのゴール地点でございます。ここからね、砲兵橋ダムが一望できるようになっております。絶景。いいですね。で、これを13ミリの広角で撮りたかったんですね。まあでも、工夫をすればロール軸モーターは見えないんですけども、ちょっとね、快適に撮れないっていうのは問題かとは思いますんでね。私、覚悟を決めております。次の、収録は、登別。そう、登別で、iPhone を使って、観光動画を収録するというものになります。毎年恒例、ルミナスダイアリーアニバーサリー企画でございます。お楽しみに。